回のあらすじ。100レベルデスランも終盤に差し掛かる、あまたのデスを、胸に刻むポコニャン。もはや彼を止める者はいないのか？衝撃の最終章、とくとご覧あれ。余ったな。ちゃんと考えてきて。皆さん、ポコニャチは。今日も盛大なデスからお届けしております。完全に出落ちだな。なかなか難しそうな課題なんですけども。あのバンパーに乗らなきゃいけないんだっけ？そうなんだよね。だいぶ難しそうに見えるな。骨が折れそうね。角度はだいたいこのくらい。ちゃっかり成功しちゃったりしてな。ないか、悔しいです。二連インパルスに匹敵する難しさね。初心者のポコニャンには難しすぎるぜ。動画早々にとんでもない課題が来たもんだ。バンパーが小さすぎるんだよな。バンパーギミックはそれだけでも難しいのに。おお。いったいった。思ったよりお早く。これ、チェックポイント踏めてる？と、思うが。やり直し？チェックポイントが踏めてなかったみたいだな。してやられたわね。もう一度やり直しだ。変なところに乗ってる場合じゃないんだぜ。プチ奇跡起こしてる場合じゃないわよ。起こしたくて起こしてるわけじゃないよ。進まないリンネにはまったわね。こうなややけだ。数じゃ当たるぜー。いや、ちょっと、ここに乗る方が難しいと思うんだけど。あんた、それ、ふんやんさせてくださーい。ズルニャンじゃねえか。自分でズルニャン宣言してたわね。いける。って思ったら、つい、返す言葉がないんだぜ。しかも、開け閉めてもう乗りに行ってるじゃないの。あっちのが可能性を感じたんだよね。絶対普通に行くよか難しいだろうに。いやはや、事実は小説よりもきなり。意味がわからん。何度もトライしてる場合じゃないわよ。むむむ。どうしたものか。腹くくって正規ルートで行くしかないんだぜ。それはそうなんだけど。惜しいのあったんだから頑張りなさいよ。わかったよ。難しいは難しいけどな。誰かオラに技術を分けてくれ。苦戦してるわね。まっすぐ飛ぶのが結構難しい。バンパーに届かない。だからこっちの足場にずれるんだな。救済処置的な足場になってるのね。左の足場から行くのが正規ルートなんじゃない？そんなわけないだろ。夜迷いごとってんじゃないわよ。もしもの可能性もあるよね。左の足場のことは忘れなさい。忘れさせていただきます。あ、ちょっと。ピエン。バチ当たってるわね。せこいこと考えるからだぜ。左足場ルートもっかい試していい？なん？だと？もう、好きにやりなさいな。ワンチャンいけそうなんだよね。それは確かにそうだが。しかも、着地めちゃくちゃうまいし、どこを極めてるんだか。急がば回れ。だよ。ね。2階から目薬。の間違いでしょ。そんな。何にせよ、ここはさっさと越えたいとこではある。まあ任せてください。よっと。あ、ダメねこれ。次行こうぜ、次。そんなに冷たくしないで。海賊版ルートだからね。海賊版とか言うな。あ、しかもリスチが逆戻りしてる。バチが当たってるぜ。これを最後に海賊版からは、足を洗いなさい。むぅ。むぅ。やはり小さい。試練だと思って頑張って、ここを乗り切れば大きく成長できるぜ。一日もらっていいですか？あと3回ミスったらワイプで。ワイプって何？怖ぁ。とりあえず何度も挑戦するしかないぜ。クリアできる気がしない。さあ。クリアは突然来るのね。しかもちょうど80課題目だったな。なんて縁起がいいんだ。だいぶ苦しめられたわね。とうとうここまで来たんだな。残り、20。これ以上に難しい課題があるのかな？さすがにないとは思うけど、ちなみにこの課題は加速走り抜け系よね。これも難しいんだよな。安定するものなのかな？いい感じね。はい、クリア。次もまた同じみたいだな。このタイプは爽快感が素敵よね。よくわからないけどダメだったね。そういう時もあるぜ。次はうまくいきそうじゃない？はい、しっかりジャンプして。向かうとこ敵なし。そのまま鈍速ギミックよ。早くなったり遅くなったり忙しいな。鈍速系はまだまだ不慣れだ。見た目以上に難しそうね。けど前とやることは変わらないな。
ちょっと待って。坂と鈍足の組み合わせね。なかなかいやらしいな。むむむ。あ、なんかいけそう。曲がり角に針が飛び出てくる壁。少女漫画でありそうね。あってたまるかー。全然超えれねえじゃねえか。むずすぎはロタ。むずすぎはロタじゃないわよ。なんか思ったより難しいんだよね。こんなぐだるとは思わなかったわよ。これはまた長くなるのか。多分だけど長くなりそう。ポコニャンから正気がなくなってるわね。僕にはまだ早かったんだ。だいぶ心が折れてるな。ん？あれ？何か言いました？二人とも。心配して損したわ。変な顔文字つけないで。へへへ。ほら、お得意の二連インパルスだぜ。人は成長する生き物です。あ、開いた口が塞がらないわね。一発成功とは、正直自分でもだいぶ驚いてる。人は成長するのね。まだ開いた口が塞がってないぞ。あら。このステージは完全攻略した。急に何よ。さっきのインパルスで自信がついた。ふむ、坂と張り壁。見たことあるもんね。確かに。大体気質ギミックよね。この辺も処理法は合う。満身。だな。よし、いけた。90まで来たわよ。もう、クタクタだぜ。ワクワクが止まらないよ。早く早く。慌てなさんな慌てなさんな。あ。落下系にも一工夫入れてきたな。ネオジェンの応用ってとこかしら？って、ことは。一旦そこに乗って、そこから落下ネオジェンでいいっぽいな。絶妙なくぼみがあったんだね。めちゃくちゃ見にくかったわよね。わかればどうってことなれ？おや？まずここに乗ります。で、いいはずよね。少し上に上がって、落下の猶予を増やすとか、それ、あるかもしれない。そのためのこの針だったら、説明がつくわね。チャレンジしてみるよ。これも成功に考えられた課題だったんだね。とりあえずクリア。ゴールがだんだん近づいてきて、ワクワクするわね。90超えたあたりからそわそわしてるんだぜ。なんだか緊張してきたよ。焦りは禁物よ。あ、今の課題だったんだ。お次は加速系ね。得意分野でござ。油断してたわけじゃないよ。ここは初見殺しだったな。蚊に刺されたようなものよ。お次はどんな課題だ？水と、パイプ？パイプはただの足場かしら？多分だけど。うん。そうみたいだね。どこに判定があるかがわかりにくいな。ふむ。パイプの先っぽに乗るイメージかしら？どうだろうか。いい感じだね。足場がユニークになっただけか。どうってことないわね。90以降の課題にしては少し弱いね。ここは足場が狭いだけだね。ギリジャンじゃないだけいくらかましね。見てくれだけだったな。僕を落としたいなら大砲でもなんでも。はぁ、あ。シンプルなため息ね。むずすぎないですか？責任者呼んできて。こんなの聞いてないよ。どうなってんの？どこに怒り散らしてるんだ？簡単って話だったじゃないか。そんな話はない。誰よ？パイプばかりでマリオみたいだね。って言ったの？誰も言ってないぜ。そもそもなんで足場をパイプにしたんだよ。身も蓋もないこと言うな。ほら、また落ちた。それは 100% お前のせいだぞ。ひぃ。本気モード行きますね。出た。それ、初デスランの時以来か？この姿の僕は、通常の2K 倍の力を発揮できる。K、わらわらわら。そんな単位、天文学でもギリ使わないだろ。しかも落ちてるしわらわら。さ、わらわらわら。わらわら言うな。はい、クリア。やっと。想像の2K 倍くらい、時間がかかったわねわらわら。いじりまくってるな。
くう、恥ずかしい。ここはどういう課題なの？矢印の方向に飛ばされる床があるね。長距離インパルスで一気に越えていくってことか。シンプルね。ふむむ、失敗しても死なないだけマシだが、長距離インパルスはシンプルに難しいんだ。これでダメ？射角もタイミングも完璧に近いと思ったけど、なかなか厄介だな。調子が悪い。90以降は課題のレベルも凄まじいわね。インパルス1回では向こうに行けないね。じゃあどうするの？こんな風に戻されるのを利用して、それを見越して2つ目を先に投げておくのか。なるほど、天才ね、マリちゃん。僕が先に言おうとしたのに。そうと決まれば早く見せて。リレーインパルス、ここで投げる。いじてー、かっこいい。どんなもんじゃい。ついに、長かったな。やっとだ。最後の最後は、どんな課題なのかしら？弓を持たされたな。どこかを射撃させるってことよね。どんなフィナーレが待ち受けてるんだろう。楽しみだな。何でもかかってこい。なんかいる。ちょ、何よこれ。何が起きたんだ？わからないよ。変なトマト？と、化け物がいた気が。僕のやってきたデスランとは全然違う感じだったよね。それは間違いないな。この弓矢で化け物を倒すって感じかしら。試してみようか。この方々を倒せばいいんだね。数は多いけど、耐久は脆いな。無双しちゃってちょうだいよ。任せてさ。爆風に巻き込まれちゃった。飛んだおっちょこちょいだな。どっからでもかかってこい。いけいけー。思ったより多いな。弓の射撃レートで処理が間に合うのかな。攻撃もなかなか痛いな。さばききってみせるよ。こういうデスランもあるのね。倒した分だけ補充されてない？確かに。それって倒しても無駄ってことよね。とりあえずしばらくやってみようか。そのトマトは殴ったら、何かあるの？ただのオブジェクトに見えるが、よくわからないね。今はゾンビたちを倒すのが最優先ね。そうだね。なんか徐々に壊れてきてない？ヒビが入ってるように見えるわね。トマト、壊れるのか？壊れたー。そういうことだったのか。ゾンビから逃げつつトマトを壊すのね。そのまま抜けるんだ。わかったよ。うおー、クリアー。お疲れ様。過酷だった。本当に。今までとは全然レベルが違かったわね。いろいろなギミックがあって、楽しかったけどな。次はほどほどにお願いします。みんなもおすすめのコースがあったら教えてね。みんなでポコニャンをひいひい言わせよう。お手柔らかにね。それでは、ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。